えー、ハイパーループ劇団ハイパールールプの木野と申しますあ私はですねあの旅をしていましてずーっと旅してたんですよ。である時ですねふとですね今日は漫談としましてどう,しどういう漫談にするかというとですね、えー、どういう漫談にしようかなと思いましてそうですね今日はですね、えー「アニメーションウォッチ」というあの漫談をしたいと思います。 あの今日はですねそのずーとこう旅してましてねずーと旅してましたんですで時計をぼっと見ますとですねここにアニメがですねバーっとこう映像出てきましてですねフィルムみたいにバーっと出てくるんですねそれがですねあの耳から入ってこっちから耳から出ていってまたこっちから入って耳から出ていくという。でまたアニメーションがバーっとなることによってですね 顔にアニメーションが書い,、まあ、いてあるかっていうような感じのあのアニメーションなんですけどねで私はですねそのアニメーションをずっと書いてましてですねあのずっとそのアニメーションのそのウォッチウォッチアニメーションウォッチがワワワワワワワッときましてですね耳からですねアニメーションウォッチがワーっと鳴るというまあ妙なもんなんですけどね。 で私はですねアニメーションウォッチということでですねあのアパレル関係の,そのアニメーションウォッチをバッ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 と作りましてですねでそれをですねその販売してたんですよダーッとね,ねアニメーションウォッチがバーッと売れるじゃないですかそれでまあいろんなアニメーションウォッチを掘り出していこうということでまあ,あの全然分からんようなアニメとかもバーッとアニメーションウォッチで出したんですねでアニメーションウォッチ屋というのをバーッと出しましてですねこう あの店にこう並べて置いていたんですよそしたらですねアニメーションウォッチがですねあの売れるためにですねここにですねメールが来てですねアニメーションウォッチ売売売れれれた、売れた、売れたとか言うんですよまあ、これメールなんですけどこもうし喋るんですねもうあの AI が搭載されてまして人工知能がついてるあのウォッチですのでもうすぐあのバッとああ売れたとかもういろいろ計算もしてくれるし経済の経営のこともちゃんとしてくれるというまああの そういまあ人工知能を使ったあのウォッチがあるんですけどね。でここにですねメガネをパッとかけますとですね人工ウォッチのその,あの情報話がですねパッとプッと出てくるという、まあ、人工知能の,あの AI 搭載モデルのメガネなんですけどねこれはですね。まあそういうことなんですけどアニメーションウォッチをパッとつけましてパッとしてますと。 で,ここの耳からです、ね、ここにですねこの眼鏡がここをずっと立っていましてイヤホンみたいになっててですねここにですねあの人工知能をここにつける、まあ、補聴器みたいなものをつけるんですけどで人工知能がちゃんと道案内もしてくれたりいろいろしてくれるというまあ、画期的な補聴器も作ったんですね不思議ですねまあそういうことでですねあのまあアニメーションウッチの漫談なんですけど